今回は12月31日まで実施されている尾道ライト点灯運動についてお送りします。お話は尾道市総務課生活安全係の片岡源さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回は交通安全に関するトピックスですが、まずは昨年尾道市内の交通事故件数から教えてください。はい、平成29年中の市内における地震交通事故発生件数は平成28年中より少ない337件、負傷者数については平成28年中より少ない430人と発生件数、負傷者数ともに減少しました。しかし2人の尊い命が交通事故により失われ、そのうち1人は高齢者でした。交通事故による死者数は年々減少傾向にありますが、一方65歳以上の高齢者が占める割合は年々高くなっています。また交通事故は夕方から夜間に多いイメージですが、平成29年中の市内における地震交通事故337件のうち234件と約 70% が昼間の時間帯に発生しているんです。夕方から早めのライト点灯や反射材の着用は交通事故防止対策の一つとしてよく耳にしますが、明るい時間帯での事故をいかに減らすかが今後重要となってきます。この高齢者をはじめとした交通事故をなくすためには、やはりドライバーと歩行者それぞれが交通ルールを守ること、そしてお互いに思いやりの心を持つことが大切ですよね。はい。今年に入ってからも昼間の時間帯に1件の交通死亡事故が発生し、高齢者の男性1人の尊い命が失われました。そこで2月19日から12月31日まで尾道市、尾道警察署、公共交通機関等が共同して自動車運転中に昼間から全消灯ライトをロービームで点灯させる尾道ライト点灯運動を実施しています。確かに尾道市内でも昼間にライトを点灯しているタクシーやトラックを見かけるようになりましたよね。はい。これはライトの消し忘れではなく安全のために点灯しているんです。実際にスウェーデンなどの北欧諸国やスイス、カナダなどでは法律などにより昼間のライト点灯などが義務付けされており、交通事故防止の効果を上げていると言われております。昼間にライト点灯を義務付けている国もあるんですね。夕暮れの早めのライト点灯はよく聞くんですが、昼間のライト点灯はどのような効果があるんですか？はい。期待されるライト点灯の効果は主に2つあります。1つ目はライトを点灯することで運転者自身が安全運転を心がけること、2つ目は車両の存在を歩行者や他の車両にアピールできることです。特に雨天時や曇りの日にはライトをつけている車の方がライトをつけていない車よりも車の存在を遠くからでも確認しやすいです。また車線変更しようとする車のミラーや交差点に設置されているカーブミラーに映りやすく、他にもライトを点灯させることで夕暮れ時により早く周りのドライバーにライト点灯を促すことができます。ということはこの昼間のライト点灯は歩行者に対してだけではなく、ドライバー同士の交通事故防止にもつながりそうですね。はい。今までも市内のタクシーやトラック会社などが昼間のライト点灯に取り組まれていましたが、この運動期間中は市役所や警察、バス会社などの車両が加わり、合計で約1900台の車が実施しています。約1900台となるとすごい数ですが、目印となるものはあるんですか？はい。実施車両の後ろには尾道ライト点灯運動のステッカーを貼っていますので、ライト点灯の車両を見かけた際は今日の話を思い出して
昼間のライト点灯にご参加ください。尾道ライト点灯運動に関するお問い合わせは尾道市総務課生活安全係、電話番号0848-38-9216にお願いいたします。詳しい内容は広報4月号に掲載しておりますので、そちらをご覧ください。この運動の輪を市民や事業所の皆さんに広げていき、安全で安心に暮らせるまちづくりを進めていきたいと考えておりますので、皆さんご参加の方よろしくお願いします。みんなで協力して痛ましい交通事故を一件でも減らしていきましょう。そして今回ご紹介した尾道ライト点灯運動は、車を運転するときにライトを点灯するだけと、どなたでも簡単にできる取り組みです。ぜひ皆さんも尾道ライト点灯運動にご参加ください。この時間は尾道市総務課生活安全係の片岡さんに尾道ライト点灯運動についてお話を伺いました。片岡さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。